どうもこんにちは、黒ネタです。さあ今宵もやっていきましょう。視聴者参加型です。スプラトゥーン2プライベートマッチ対戦、よろしくお願いいたします。今日はちょっと普段より早めの時間かなんですが、たくさんの参加ありがとうございます。満員御礼です。ありがとうございます。ではまずこのメンバーで縄張りバトルステージはランダムでやっていこうと思います。で、まあそうだなぁ。普段だったら上から観戦なんだが、早めに入ってきてくれてる方たちなので、ちょっと今回は下から観戦に回していこうかなと思います。ちょっとジェルさんとスカルさん、観戦でお願いします。では第1部第1ステージ、アジフライスタジアム行きましょう。味方はゆうせいさん、てみーさん、ゆうさん、よろしくお願いします。よいしょ。いきなり苦手なステージ来たなぁ。まあ他にも参加希望の方いるんですが、まあちょっとお待ちいただければなと思います。そして今日は YouTube 問題ないんだろうかといろんな不安がありますが。まあ俺も配信は確認していきます。何かトラブルとかありましたらチャットの方で教えてください。では行きましょう。アジフライスタジアム。だからオタキムさん、敵であることを喜ばないで勝てるかな。行きましょう。よろしくです。なんか俺の後ついてくる人がいたなぁ。気のせいかなぁ。よいしょ。あ、オッケー。雨降らしキュー。いいとこだけ持ってったなぁ。ナイスキル。あ、くそ、マジかー、相打ち。あ、ピンクももさんいらっしゃい。今日はありがたいことに部屋満員なんですよね。まあ途中で休憩を入れて録画も止める感じなので、まあもしそのタイミングで誰かと交代とかなるかもしれませんので、参加希望でしたらお待ちいただけたらなと思います。てかピンチ表示だな、マジか。いてててててて。ピンポイントで狙うんじゃない。雨降らし、ナイス。あ、いけ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 。下がったか。あ、上、嘘。うわ、見えんかった、ごめん。ナイス。あ、次フェスステージ希望。まあ、他の方が問題なければ変えますよ。まあ、予定だとまずは縄張りを普通のステージやろうかなと思ってたけど、来ると思った。あ、いいよ、ナイスナイス。雨降らし、こういう隙間気になるんだよなあ。いっぱいいっぱいいたわ、ごめん。結構裏荒らされてんだな。くっ、あー、ごめん。やはり苦手だこのステージは。くそー。
濡れたけどな。よし、じゃあ次はフェスステージ行ってみましょうか。ちょっと予定よりは早いですけどね。じゃあ縄張りバトルフェスで、まあランダムでいいかな。では観戦、観戦戻して、ゆさんとてみーさん、観戦でよろしくお願いします。フェス仕様ステージのムツゴロウ、味方オタキムさん、新井さん、ゆうせいさん、よろしくお願いします。チャさんか、裏取りしてたの。がっつり塗られてたな。あ、で、他の参加者の方も何かステージの希望があったら言ってください。個人的な意見では、モンガラはちょっとやめてほしいかな。みんなが希望しなくても来るからさ。じゃあ行きましょう。あ、よろしくです。おっと、いきなり。雨降らし多いな。それ。あ、そ、あーマジか。横。チャさんめっちゃスペシャル増加つけてる。やられたかい。くー、つらいね。あ、嘘、あ、マジか。見えんかった。やばい、やられてばっか。ナイスダモン面倒だなぁ。いや、ピンポイントで俺を狙ってくる人が多すぎるんだよ。おい、横から。よっ、俺一人か、こっち。あ、ナイス。一緒。マジか、どっから来た。今どっから来た、分かんなかったな。あ、またナイス玉飛んでくんなー。で、毎回俺を狙うんじゃない。ないか。よっ。ナイス。あ、マジかい。でもあのフラッシュ、ナイス。いやー、ごめん、やられまくったなー。ただ最後どうだ。でー。これ負けてんのかよ。そー、マジで。今の逆転じゃないのか。そうですか。いや、あとちょっとだったんだけどな。いや、スフィア強いわ。弱体化したとはいえ。ステージ規模ないか。じゃあ、
旦また縄張り通常に戻そうかな。で、お次はカメールさんとユウセイさん、観戦でよろしくお願いします。いや、惜しかったなぁ。味方の方ごめん。で、お次はガンガゼ野外音楽堂、味方はオタキムさん、チャさん、テミーさん、よろしくお願いします。いや、ほんとだよ、オタキムさん。勝ったと思ったのにね。ん？ハタさんが先輩？いや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 。俺も、最初の方すごいやられてたから。おっと。今回一発目の縛りはこれかい？モデラおすすめ。まあ、塗り早いしな。ただ、デュカズを使いまくってるせいか、やっぱ射程が短いから、きついんだよね。あと、スライドが使えないから、やっぱ厳しい。使いたくなってしまうんだよな。さあ、相手チームはどう来るか。まあ、本当に縛りは、やろうなって言わないからね。なんとなく縛りが始まったら俺も揃えるだけだから。まあ、基本的には好きな武器使ってください。さあ行きましょう。じゃあ行きましょうか。あ、で、そうそう、待ってる時にチェックの連打はあまりしないようにしてくださいね。結構イヤホンとかつけて聞いてる人からすると結構うるさいんだよね。まあ、他の方もできるだけ早めに武器とか選んでくれれば助かります。ナイス。相手は特に縛りではないのか。気づかった。まずはこの辺塗っときたいんだよね。よし。これまた横から来ようとしてる？ってことだな。ナイス。ちょっとやられたかな。あ、そっち塗り頼むぜ。おっ、あっ、打てなかった。よし、危ねえ。よし、危ねえ。二人やった、二人やった。やっぱインクが足らん、この武器。よし、アメフラシ。あー、ごめん。あー、突っ込んできたな。やばい。アメフラシ投げてる場合じゃなかったかな。うまい。数が多いな。あー、ごめん。3人は多い。ふー、やばい。3連敗か、今んとこ。やばいぞ、このままでやばいぞ。あー、これきついな。それは当たるぜ。あうかん。玉。お風呂の玉。
あと、茶さんが落ちた？まあ、結果3連敗だな。そうか、途中から3、4だったのか。ちょうどあのタイミングだったかな。くぅー。3、4は無理だな。で、茶さん戻ってこれるかな。着地のヨーヨーで雨降り使ってしまうと。まあ、急に武器変わるとやっぱ使いづらいよね。いざっていう時にボタン押し間違えるし。茶さん戻れるかな？ちょっと待ちましょうか。まあ今回は縄張りとか、フェス仕様縄張りとか、まあ、混合させてどんどんやってみようかな。じゃあ行きましょう。アマ美術大学。今度こそ勝ちたい。わあ、ローラー2体。絶対潜んでるよなナイス。よし、オッケー。見えた。今のは見えた。ナイス、ありがとう。下がったかな。おっと、今バシャって音が聞こえたが、味方にそっち任せて俺はこっちが見ておきたいな。目暮らし。おっと、やっぱいた、やっぱいた、やっぱいた。一人発見。あ、足んね。ナイス。ナイスナイス。一人そっち行ったぞ。よし、オッケー。ありがとう。そして入ってみつく。ナイス。あ、逃げたか。まあまあ下がってくれるならまだマシですよ。雨降らし。ほい。お、オッケー、ボム切る。まあ相手ピンチ表示だし、OK かな。お、追憶のスライドも希望、ありがとうございます。とりあえずやっと勝てた、味方ありがとう。ナイスカバー。あ、で、クラウドさんこんばんはです。ご飯食べた後参加ですよ。ありがとうございます。お、めっちゃ倒してるな、ありがとう。完全に上から見るの楽しいと。お、マグロさんは？新井さんのフレンドさんだったっけ？では、
新井さんのフレンドさん、マグロさん、ことピンクモモさんが加わって、このメンバーで、やっていきましょうか。で、ミステリーゾーンだよね。第1回のミステリーゾーンだから、あ、そうか、第1回目が追憶のスライドか。じゃあ、ここ行きましょう。では、上から2人だから、いいんだよな。ゆうせいさんとカメールさん観戦で、行きましょう。追憶のスライド、味方は、荒井さん、スカルさん、マグロさん、おっと、フレンドさん同士が味方になったな。これは負けられない。先取りフェスト。まあ、5月22日から、なんでね、23か。あと1ヶ月ぐらいありますが、まあ、そのフェスに向けて、練習する場としてもね、儲けようかと思ってますんで、まあ楽しくミステリーゾーンやってみましょう。あ、次インクをケチャマヨにしてください。あ、了解。あれ、これちょうどケチャマヨ？いや、違うな。よし、じゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。ナイス。まずはこっちを塗っていこうかな。結構広いんだよな。中央来てんだな。あ、あ、ごめん、今気づいたのに、ごめん、しぶき見れたのに近づきすぎた。あ、でも味方も結構攻めてるし、ここは序盤出てもよかったのかな。まだどっかにいると思うんだが、気のせいかな。ない、投げとくね。おっと、全部俺かい、全部俺かい。あ、ここは道ないのか。あ、そうだ、動くんだよな。懐かしいな。多かった。早めにボムを投げるべきだったかな。あ、これきつい。負けれない、負けれない。よし、アメファシ狙ってみ。そこ、あ、ちょっと数多いな。あ、くそ、あー、うまい、うまいな。くそ、おたけさんか。カバーが早い。早えな。あ、でもナイスナイス。ふぅ。
一気に疲れた。お、ハタさんがチャージャーにはまってしまったと。どんどんチャージャー使い増えていくな。さあで、お次はインク指定なんだが、魔除けちゃ、これか。やっぱさっきの違うよな。じゃあどうせならこのまんま、ハンサムなスポンジ行ってみるか。うん。いや、ほんとだよ。オタキムさんか、あれ。マルチミサイル全部俺に撃たないでくれよ。よし、じゃあこのメンバーで行きましょう。ハンサムなスポンジ。で、お次はジルさんとアライさん完成になります。ちょっとお休みください。ジルさんがヒレを募集中ですって。俺、ヒレオのギア全然育ててないから、何の役にも立てないよ。あ、もう30分超えてるか。まあ途中トラブルあったけども、ここともう1ステージやったら一旦第1部、ん?イントネーションおかしいな。第1部終了で、ちょっと休憩も取りましょうか。え、マニューバー強化されたら使ってると。なんかあったっけ、マニューバー。あれかな、スペシャルが、コストが低くなったとかだったかな。俺は正直あのアップで、デュアルスイーパーが弱体化されてなかったなと思ったらもう、それだけで十分だったから、あんまり詳しくは知らないんだよな。さあ、ハンサムなスポンジやっていきましょう。味方よろしくお願いします。小滝武さん、ゆうせいさん、スカロさん、今度の復活フェス、みんなはどっちにするとかもう決まってますか？俺はもしやるんだったら多分マヨネーズかな。どっちが好きかと言われたマヨネーズなんで。あ、攻めてきてるね。落ちた。あ、さ、こういう時に L ボタンなんだ。結局ボタン変えた。うまい。ナイス。ナイス。ナイス、うまい。あ、ごめん。かぶっちゃった。アメフラシ。アントボム。あの辺めっちゃいるな。ボムあげるよ。この角っこにボムあげるよ。ナイス。あっ、ごめん、前出ちゃった。今俺狙ってた攻撃じゃなかったよな、ごめん。タイミング悪かったな。まあ、ここ塗り残しも塗って、あ、いざって時にやっぱインクが足らない。おっ、あー、ごめん、うまいな、上から来たか。あ、ジルさんもマヨネーズする。じゃあ味方だな。まあ正直3日間連続だから、まあどっかの時間帯で潜れたらいいなと思ってるんだけどね。配信するかはわからない。あった、あ、嘘、あれ今の当たってねえのかい。そう、ナイス味方。
ここ飛べるか、きつかったかな、ごめん、すまん。あ、しかも倒せないとか、ごめん、ミスったな。すまん、後半やられてばっかだった。あ、マニューバー塗りが強化されたのか。よし、では次は希望はどっちもないかな。だったらインクを魔除け茶にしてフェス使用ステージでランダムでいこうかな。では、ゆさんとてみーさん、観戦でお願いします。ビッグパネルが止まらない。味方はカメルさん、スカルさん、マグロさん。よろしくお願いします。ん？俺がフェスやると、モンガラが出るよ。うん。多分、モンガラがヒットする。フェスステージやれない。あ、ハタさんマヨネーズ、アラさんもマヨネーズと。スカルさんはその反応からすると、ケチャップかな？そういや、ビッグパネルってあんまやってないね。では、第1部、ラストバトル、ビッグパネルが止まらない。やっていきましょう。あ、ここか。よし、じゃあ行きましょう。ここも濡れるよね。こういう細かいところが気になってしまうんだよな。だからシューターじゃないと俺使いづらいんだよね。よっ、あ、多分ここも濡れるな。ちょちょっ、おアシストキー入りました。あぶね、やめて。血の色みたいだな。あ、うわー、ごめん、まあ、オタキムさん、スタンバってたな。あれやられるとやっぱダメだな。あ、落ちた。雨風らしい。塗り固めて、お、ナイス。上いるな。あ、ここ濡れねえの。おい、ナイス。あそこにいるんだよな。ボム。塗り固めろ、塗り固めろ。インクがない。白いない、大丈夫。あ、雨降らし。
タルでは死なん。よし、タルでは死なん。来るな来るな。どうだ。ここもここでむずいな。これどうだろう、あそこのステージ結構塗ってるからいけたのでは。ナイス。ふぅ、よし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 。ハメルさん倒してんね。よし、では配信はこのまま続きます。少し休憩になります。動画で見ている方ご視聴ありがとうございました。次回は第2部、ぜひ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。